皆さんこんばんは、スリーピースチャンネルのりょうたです。しおんです。はい、今回はこの2人で、はい、まああれですね、この2人といえば15,000ブルを達成できなかった2人でございます。はい、この度は大変申し訳ありませんでした。まあ、達成できた二方のことはもうぜひ褒めてあげてください。本当に頑張ってました。はい、今年を振り返って、はい、YouTube やってどうでしたかっていうのを話していこうかなと思います。まずじゃあ15,000ブルについて、あ、15,000ブル、うん、ちょっと話したいなと思うんですけど、りょうたはどうでした？1ヶ月やってみて。1回その経験者ではあるじゃない。1ヶ月1万ブルをやった頃は、うん、もう本当にしんどくてじゃなくて、うんうんうん、でも頑張ってやらなきゃっていう気持ちで、うん、その時はやってたんですけど、うん、あれも1ヶ月だったよね。1ヶ月1万で僕やっちゃったから1ヶ月1万5000になったんです。なるほど、増えてね、で1万ぐるやったから、うん、まあできるっしょってちょっと思ってたんですけど、うん、最初のうちは、もう全然でしたね、うん、自分で時間を作るってこんな大変なんだなって思いました。本当に私はね、最初のうちから結構苦戦してるというか、まずこんなにダーツを投げたことがなかったし、今まで。あ、なるほど。練習をするってことを今まで多分したことがない、ほぼほぼ、はいはい、一緒にみんなでこうワイワイ遊びながらゲームするとかはもちろんね、今までの経験の中ではたくさんあるし、うん、やってきたけど、一人でこう黙々と投げるとか、そのなんて言うんだろうな、まず一番最初の私がその15,000ブルをするってなった時に決めてたのが、その1日投げますって投げれる日があったとしたら、100ブルを目指してたの、私の中で。100ブル 100ブルを達成、まずは達成をするっていう、それがもう本当に結構大変だった。100でも、そう、100で足んないよね。全然足んないんだけど、100でもなんかもう、あ、しんどかったってこと。うん、まあ、それは確かにそうだね。100もそうだし、あとだからカウントアップを、うん、黙々とずっと一人でやるっていうのがって感じだった、本当に。だから達成した二人はすごいなと思うし、やっぱそんだけ時間も撮影休まないといけないし、僕が1万ブルやった時も思ったんですけど、シエンもさっき言ったように、うん、俺もどっちかっていうと人と投げて遊んでっていう風になって、うんうん、でその当時でも投げたなっていう時でも本当2000ぐらいだった、うんうん、だから1万相当大変だなと思ってその時にやったけど、うん、1万5000になったらまだもう本当に時間作るの大変だった、うんうん、前の時は仕事終わりに投げて、そうで、お店開いてない状態だったから、うんうん、そこで一人で黙々とやってた、はいはいはい、うん、本当につらいね、あれね、一人で黙々と投げるってね、うん、でもこれが練習なんだなって本当に思った、うん、思った。やっぱりその投げていくうちに、私なんか特にだけどすごいレーティングも低い状態だったから、うん、そのブルーンっていうよりかはビッグブルーのこの大きさの中にまず出るとかを考えるんだけど、最初のうちとかこれにいるすらも入らないからいつになったらブルーにも近づいていくのかなみたいな感じだった。でもそれでもやっぱそれやって1日100ブルーとかやってちょっと上手くなったなとか、その一番最初に100ブルーやるってなったら3時間とか4時間とかかかってたのがちょっとずつだけど時間が短くなったなっていうのは、ああ、なるほど。まあ、このヒデさんとかも言ってましたけど、うん、めちゃくちゃ上手くなりましたね。やったことには絶対意味がある。確かにだってブルだけを狙って練習ってさ、やっぱそれ、うん、メドレーとかするとクリケットもやるじゃん、うん、だからブルだけを狙うってなかなか意外としないよね。そうだったですね。みんな、 なんかブラック出たりとかって言ってましたけど、うんうん、一回も出てないですね。すいませんでした。はい。まあ今年振り返ってね。うんうん、まあ俺とシオンなんかね、うん、もう前にも罰ゲームやってまたバンジーなんか飛んでるし、ね。はいはいはい。あの話もちょっとしますか。なんていうの、ちょっと詳しく。いやもう本当にもう二度とやりたくない。本当にやだ。本当にこれに関しては本当に亮太は階段を上る時から一番怖い、あれ足がもうガクガク震えてて、
こっちが大丈夫みたいなぐらい心配になるぐらいもうガクガクだったね。あれで階段網になってる、うん、なってるって下がずっと見える状態でこう上がってるんですけど、あの下見たらダメだと思って、うんうんうん、無理だ、無理だった。もう高いところ。どういう感情なのあの時は？いや怖いんだよだから落ちちゃうかもしれんって思って。上がってる時に？もしかしたら何か起きるかもしれんって。ああもうでなんか自分が落ちるとこ想像しちゃったりするから、うんうん、怖くて、うん。でもちゃんと、まあ、飛んだっすけどね。飛んだね。はい、私あのあれだ、りょうた一回で飛べないと思ってて。スリーズワンコーズの1回じゃ無理だから多分何回か長期戦になると思った。俺もだからなると思ってたけどでもあのアナウンスずるいね。あのアナウンスはもう飛ばさない行かなきゃいけないみたいな。であのお姉さんちょっとお兄さんとかお兄さんとか、うん、あのちょっと押したお兄さんね、お兄さんね、お兄さんあの棒でちょっと押してくれたから、押してくれたからっていうか押すなと思ったけど、いやでも押してもらわなかったら絶対に飛べてないから、絶対飛べてあの手すりをもう触って、もうずっと握ってないともうダメだった俺は、本当に。バンジーはね、もう本当にあれをスキップ飛んでる人の意味がわからないです、まだ。確かに。ね、私もでもあの絶叫とかそういうの苦手だから、はいはい、めちゃめちゃ怖かったよ、本当は。いやでもシーン結構ニコニコしてるずっと。いやもうそういう風にこう作っていかないと飛べないと思ったから、はいはいはい、大丈夫大丈夫飛べるって思ってこうスタスタ上がっていった。いやマジで怖かった。上で時間かけちゃうと絶対飛べなくなったから。だから先に飛ぶ。そう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 。両手後で。どちらが先に飛びますかって言われて、はい私ですみたいな。早かったわ時は。だって人が見て飛んでんの見てるの嫌だなと思って。しかも俺だけ後ろ向きでね。そうそうそう。これはねまあ理由がありますから仕方ないんですけど、あの後ろ向きからの方があの恐怖さが増す。恐怖心が増す、ね。怖い。言ってましたからね。難易度高い方を両手で立てて俺の方が怖いって言ってるのにまあまあバンジーもねもう、まあ、罰ゲームですからねあれもね。なんかね罰ゲームだったんだけど、うん、やっぱ今までに経験したことないことじゃん。そうね確かにそういう意味では確かに経験が、なんか私は意外と嫌だけ、嫌だったけどあの飛べたから、まあ、よかったかなって思いました。あ、まあ、確かにあの高さで怖いんだもんな。100メートルって言ったらマジ無理だよ。これ振りじゃないからね。これ振りじゃないからね。まあいい、いいでしょう。もう全然飛ばされそうだな。だって今思い出しても怖いんでしょ。怖い。ゲロの人。まあまあまあ、そうバンジーもね、こんなし、俺だからその YouTube で初めてそのドッキリ、めちゃくちゃかけられてて、うんはいはい、何回もかけられてるんですけど、もう、なんか一回あったのが、マイジからそう LINE が来て、ひろたさんあの店にプレゼントあるんで、うん、後でもらっといてくださいみたいな、うんうんうん、そんなこと今まで一回もなかったから、え、怖い、なんだこれはっつって、これ何があるんだろうと思って、本当甘いお菓子をいただいたんだけど、うん、マイジがいただいたんだけど、うん、その実はめちゃくちゃ辛いんだよみたいなやつなのかなと思いながら、うん、その普段から疑心暗鬼になっちゃってドッキリのせいで、うんうん、もういつもニヤニヤしてるからさ、マイジーとトモさんは本当にでもさ、あれあそこまでいろいろかけられるとさ、もうだんだん分かってこない。いや、分かんねえのよ、それがそろそろ来るかな、次のドッキリみたいなで、いつも待ってるから、逆にそれ今日は何のドッキリなんだろう、みたいな。もう本当に怖かった。怖いっていうか、もうドッキリが本当にもう引っかかっちゃうから、で、自分で仕掛けるのも挑戦したけど、もう全然ダメで。あれは最悪だった。本当に。ドッキリかけられる身にもなったでしょ。もっとうまくやれって思ってね。もう、ドッキリもそうだしね、YouTube といったら。あとね、あれはもう本当に一番嫌なのがもう激辛。激辛ね、激辛。あれはでもシリーズ化してますからね。シリーズ化してますけど、あれだってヒデさんの自己分だもんね。激辛、まあ、やりたくないって俺ずっと言ってるんですよって俺。我慢して食べる、うん、いや、で、ヒデさん食べれちゃうから、うんうんうん、で、食べ終わった後30分ぐらいクールタイムみたいな必要になるし、あれ撮影時間めっちゃ長いんですよね、あれね。もうだからそれはまあ、りょうたに頑張ってもろっていい、はい、え、じゃあシオンもじゃあ次激辛やった方がいいじゃん。いや、それはあの2人のシリーズなんで大丈夫です
だからジオンでね、まあ、まあ、じゃあ、まあ、歌ってみたもそうだけどね、うんうんうん、歌ってみたもね、来年は、来年とか今年か、うん、もういろいろ出したいなとは思ってます、うん、はい、いやもう、まあ、もう俺はもう激辛やらないんで、本当にお願いしますけど、いやいや、一人になっちゃうじゃん、そしたらいや、あれは一人でも面白いはずやりたくないだけやん、それまあ、まあまあまあ、それシリーズ化させていただいてるので2人で頑張ってください。頑張って、うん、わかんない、頑張ってやりたくないけど。そうですね、まああとはね、まあ、ブルシットゲームとかもそうだけど、なんかいろんなゲームをちゃんと YouTube の中でこういうゲーム、こういう企画っていうふうにダンスの方もね、盛り上げてて、うんうん、で、まあ来年もね、そういう感じでどんどんね、あの動画撮ってダンスの動画ももっと上げていきたいなと思ってるんでね、うん、よろしくお願いします。何かありますか、来年、来年ですか、来年に向けて何かありますか、来年に向けて頑張ります。何を全体的にいろいろ、うん、なんかあのゆるく楽しくやっていけたらなと思います。私はなんかりょうたはじゃあ来年どういう年にしたいとかありますか、個人的に。まあ、お店開けて、うん、まあ、店長としてやっていくっていうのが、まあ、もちろん一個の一つ、まあ、まあ仕事というか、まあ、楽しんでできたらいいなとは思ってるんで、うん、まあ、YouTube も一人でちゃんと動画が回せるような感じにやっていきたいなと思ってます、はい、うん、まあ、いろいろ企画も考えて、ね、しっかりやっていこうと思います。はい、思ってます、頑張ります、頑張りましょう、はい、一緒に、はい、というわけでこういう私たちですか、今後ともそして来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん良いお年をお迎えください。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは今夜も3Ps。